た。あ、わあ。痛い。8時12分ごろ星解除になると思います。順調にこう行っている方は、だと思います。ね、朝はこの配信でとりあえず朝は終わりですね。すごい、なんかもう今になって睡魔が来た感じ。イギータさん、尊いギフトありがとうございます。マジスカさん、尊いギフトありがとうございます。消化道弁当さん、糸ちゃん、おいでませ元気さん、ありがとうございます。あ、12分星解除のよかの、どこかのルーム一つに行ってかける10もらった星を投げていただいて、そしたらその後9つのルームに行っていただいて満タンに投げるという作業があります。よろしくお願いします。そうだね、これは次は12時10分なので、まあ4時間後ですね。外が明るくなりましたよ。そうだね、うん、まあね、配信以外にもね、ちょっと外もろもろやらないといけない、書かない書き物とかあるのでね、さらそういうのもしつつやっていきます。みんなもね、仕事、お仕事だったりとか、みんな一緒なので頑張りましょう。ゆうちゃん、ペルシさん、ととみちさん、消化道弁当さん、ありがとうございます。捨て星は11時20にすればお昼3周できるかな。本当、ワイスケさん、ありがとうございます。シディアさん、結婚していい人ありがとうございます。ワイスケさん、クマありがとうございます。でも今日そうだよね、15分とか20分しかないけん、20分でメイクってできるんかな、自分に聞けって話か20分でメイクできるんかな。試してみようかな、10分でメイク
やってみよう。ヨウさん、初華堂弁当さん、ポポスさんなら、岩沢さん、結婚してギフト、ありがとうございます。マジスカさん、可愛いギフトありがとうございます。あ、髪の毛が抜けた。わ、なんか気づいたらこの、すごい髪の毛が絡まっとった。昨日のあれか。すごい絡まっているではないか。あ、そう、あ、なんもない。やばいやばい、わあ、めっちゃ絡まってる。マジスカさん、かわいいギフト言った。ガエルサートさん、結婚してギフトありがとうございます。大変、髪の毛がちょっとやっぱ昨日のでちょっと傷んでたんだ。傷んでたんですね。あら大変、毛が切れた。なあ、先着1名様にプレゼントしません。痛んだんだね。切れちゃった。ライディンさん、かわいいギフト。ゆうちゃん、かわいいギフトとペンライトたくさんありがとうございます。マイルさん、ありがとうございます。よいしょ。ビューイズ違うんだよ。普通にこれはもう昨日の多分ね、ダメージ。普段こんなことならないので、たまたまこういうダメージを伴ったみたいです。たまたまだよ、普段はならない。昨日髪乾かすときになんかちょっとなんか引っかかるなと思ってたんですよ。でもそんなの考えることなく寝てたら絡まってた。そう、でもとりあえず成人式終わったらあれ行こうかな、美容室行きたいんですよね。それまではもうこの長いぐらい、まあでも今ぐらいの長さがね、ヘアアレンジするにはすごいちょうどいいんですけどね。長さ的に、長さ的にちょうどいいんですけどね。高弘慶吾さん、えんちゃん、ありがとうございます。
どれくらい切るか楽しみ。切らないよそんな、全然みんなが気づかないぐらいだと思う。しか切らないけど、セラピの長い髪は女神のイメージありがとうございます。あ、もう21分だね、25分までなのでもうあと4分だ。早いね。ありがとうございます。皆さん仕事に行ってくるぜって、皆さんお仕事などいろいろあると思いますが、ありがとうございます。次はお昼12時10分です。12時10分です。確かに15分って早いね。今日まで正月休み。お、ありがとうございます。星投げ終わったよってありがとうございます。消化道ベートさんハート、ポポさんありがとうございます。じゃあランキングをもうその時間よね、多分読みたいと思います。13位ネグロさん、12位ポポさん、11位ミックさん、10位消化道弁当さん、9位高弘慶吾さん、8位ライディンさん、7位ギータさん、6位岩沢さん、5位セリアさん、4位ワイスケさん、3位赤色サンタさん、2位ゆうちゃん、1位マジスカさん。15分早いね。まああと1分半ほどあるのですが、ありがとうございました。皆さん本当に朝から配信すると不思議な気持ちになりますね。普段朝配信をしないのできっと見てるみんなも多少は違和感でしょうこの時間から見る。朝ごはん届けましょうか。本当に届けてほしいぐらい。でもちょっと寝ようかな。そうですね。では皆さんも朝ごはん食べて、お仕事の方はお仕事に、あとはね朝部門はとりあえず終えたのでお昼もよろしくお願いします。また4時間後に会いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。一日頑張りましょう。星集めもよろしくお願いいたします。